はい、どうも、こんにちは。けけんチャンネルです。はい、今回は、けけんのスマホ情報をやっていきたいと思います。アクオスセンス3なんですが、プチ雑談ね。プチなのか何なのかわかんないけど、プチ雑談やっていきますよ。ですね、それは何かと言いますと、それは何かと言いますとね、僕、アクオスセンス3の開封動画から、まあ、その次の動画出してないんだけど、ちょっとまだね、格安シム、OCN モバイルワンのね、SIM の、入れる動画はね、まだ作ってなくて、その SIM 入れてないんだけども、なんとですね、まあ、僕、ちょっと前から分かってたんだけどね、ちょっとね、驚異的な性能があることが分かりました。本当にびっくりするんだけど、こいつはやばい。マジでやばい。これね、本当にやばい性能です。何かと言いますと、まあ、アクオスセンス3ね、要はメーカーさんでね、1週間の電池持ちっていうふうに謳ってるんですよ。このアクオスセンス3ね。で、今ちょっとこれ、このままサーフェスプロの方から、この画面見せますよ。シャープのサイト見せます。アクオスセンス3ね。初めてのスマートフォンということで、まあ、最新機種アクオスセンス3でスマホデビューしませんかということでね。まあ、こういうような感じからすると、まあ、スマホを持ってない方にね、まあ、本当超初心者向けっていうか、もう、それこそ、ガラケー持ってるような方とかね、そういうような方を対象に、まあ、プロモーションしてる感じなんですが、で、ここでですね、ここで、ちょっと見てみますと、まあ、ここではね、スマートフォンにすると何がいいのとかって、そういうようなものも書いてあるんですが、使い方のね、ことが書いてあるんですが、ここでね、それ以外にもね、ここ、人気の秘密、その1で、まあ、スマホが初めての方でも快適に安心の簡単ホーム画面ですね、操作の不安を軽減っていうのが書いてあるんだけど、その後、その2に、使いやすさに徹底的に追求、基本機能の充実で長く使える安心の設計ってことで、ここにね、驚きの電池持ちって書いてあるんですが、まあ、電池持ちいいっていうのは、前のね、このアクオスセンス2の時も、電池持ちこの機種すごくいいよっていうのは、口コミではあったんですよ。で、そのね、バッテリー容量が 2800mAh だったんですよ。で、今回それがね、いきなり1.3倍ぐらいの 4000mAh になったから、まあ、バッテリーの持ちはいいなとは思ってはいたんですが、ですね、なんと、こいつね、バッテリーの持ちがいいっていうのと、もう一つこれシャープだからイグゾー液晶じゃないですか。で、皆さんイグゾー液晶ってわかりますか？イグゾー液晶っていうのは、僕も、他のスマホ、ちょっと待ってね。他のスマホ、ちょっと待ってね。これどういうふうにやればいいかな。ちょっと待ってね。この状態でね、今一瞬ちょっと、ヤマゾン見えたな。一瞬ヤマゾン見えたな。まあいいや。この状態で、まあいいか。このままでいこうか。僕以前、アクオス携帯持ってました。持ってましたってか、今も持ってます。シャープ SH06F ってやつで、7インチのスマホのような、タブレットのようなスマホです。タブレットのようなスマホっていうの？ファブレットっていうね、前はそういう風な言われ方してたやつで、それもイグゾー液晶だったんですが、イグゾー液晶って何かというと、シャープ独自の技術で、画面ってどうやってこうやって、表示するかっていうと、画面っていうのは、これ実は表示が、こう連続した表示っていうか、このね、見えてるけど、実はこれって、1秒間に60回とか、そういうふうにね、こう書き換えられてるんですよね。120回とか60回とかね、書き換えられてる。で、その書き換えを細かくやることによって動いてるように見えたりするんですが、
で、その書き換えってことは点滅してるってことなんだけどね、細かく言うと。その点滅が、あのね、そこで消費電力を食うんですよね。何も操作してなくても。で、それがですね、ちょっと待ってね。あ、これ今顔認証ってことか。あのね、この点滅を、その、まあ、60ヘルツとかね、1秒間に、まあ、60回ってことなんですが、これをね、1秒間に1回にしか、書き換えしなかったりすることで、待ち受け時とかね、まあ、待機時とか、まあ、こういう待ち受け時ね、何も画面が動かない時の液晶のこの消費電力をものすごくこう下げる効果があるんですが、僕それだけかなと思った、この機種ってそれだけかなと思ったら違うんですよ。こいつね、驚異的な性能だなと思った。これはびっくりした。もう2日3日前から分かってたんだけど、なんと今日も分かりました。例えばこれ、じゃあこれをこのままじゃ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 んってみます。午後、今撮ってるの午後9時32分、バッテリー容量が 99%、 はい、これ見たら、あ、ふーんってな感じでしょ、ふーんって感じでしょ。いや、違うんですよ。あのね、これね、実は朝、あれ何時だろうな、朝7時過ぎに家出たから、まあその前に、まあ、充電は置いてて、まあ6時過ぎぐらいまでに充電は置いてて、で、100% だったんですよ。で、まあ今 SIM スロット入れてないから、まあその待ち受けっていうかね、要は格安 SIM の、まあ、電波を受けてる状態ではないんですけど、まあ、Wi-Fi にはずっとつながってる状態なんですね。 Wi-Fi にはつながってる。ここにあのバッテリーの横にあのマークついてる、これ Wi-Fi のマークだと思うんですけど、まあ、Wi-Fi にはずっとつながってて、でだから、あの例えばTwitter とかね、Gmail とかそういうものの待ち受けは受けてますと。で、まあ、今日はそうだな、バッグに入れてたから、その、まあ、今日とかは P30 ライトとかね、あの Oppo Reno A でツイキャス配信してたから、ここに僕ツイキャスね、ツイキャスってアプリあるから、これで毎日ね、生放送してるんですよ。でこれでもやってたんだけど、シャープのね、アコースセンス3でもやってたんですが、今日はやってなくて、まあ、ちょっとバッグに入れてただけなんですが、まあ使ってない状態だけど、一応ここにほら、ここにこうやってツイッターのマークとか出てるでしょ。で、ここ Gmail のマークとか出てるでしょ。Google のマークも出てるでしょ。ここの雲のマークとか出てるでしょ。だから、待ち受けは、その通知は来てる状態なんだけども、その状態で、朝の7時から夜の9時半まで使って、1% しか減ってないという驚異的な電池持ち。いやー、ちょっと待って、こんな機種今までに1個もないわすごいこの機種こんなの1個もないわ。これちょっとね、表示壊れてんじゃないかと思うんですけど、実はね、そうじゃなかったんですよ。あのね、実は一昨日と昨日だっけな、一昨日と昨日も実はそんな感じだったんですよ。で、その時はバッテリー容量 80% だったんだけど、 80% から2日経っても 80% だったんですよいや、電源切ってないから、普通に電源つけてて、でカバンの中に入れてて待ち受けにしてた状態なんですが、あのね、減らないんですよ、こいつ。本当に減らない。どういうシステムなんかわかんないですけど、まあ普通さ、減るよね、と。で、最近のスマホは、その、いろんなね、スマホが、バッテリーのね、持ちが良くなったんですよ。で、それと、バッテリーの容量も大きくなったから、要は前は1日ね、持たなかったスマホが余裕で1日持つようになったり、まあ下手したら
まあ2日持つようになったりね。すごいやつはもう、3日持つようになったりね。あ、これ僕のほら、ツイキャスだから。ツイキャスでこういう風な感じでね、配信をしておりますと。で、そう、前はね、今は、前は1日持つか持たないかっていうようなね、ヘビーユーザーの方は1日持たない感じだったんですが、今はヘビーな人が使っても、まあ大体1日は持つだろうと。まあ10時間とか全然ね、普通にザラで持つし、まあ本当普通の人の普通の使い方、まあ普通の使い方ってちょっとよくわかんないんだけど、まあごくごく当たり前に使ってても、まあ、バッテリーの大きいスマホは、まあ、2日は全然余裕で持ったり、まあ、3日ぐらい余裕で持ったりね、するんですが、こいつは、この、何?バッテリー大きいスマホって、重いし、でかいじゃないですか。こいつってちっちゃいんだよね、大きさが。ちっちゃいし、ちょっと待ってね、ここにOPPO Reno8とか、ね、OPPO Reno8とかね、こうやって、よいしょ、ちょっと待ってね。オッポリの A も、こいつもバッテリー容量大きい。4000だっけな。バッテリー容量大きいし、あ、ちょっと待って。これ今、指紋認証が、今ちょっと待ってください。あれ?まあいいや。そしたらこれで、よいしょ。オッポリの A が、まあこうやって、こう比べるとこうやって、まあ、でかいじゃないですか。まあ、普通にね。OPPO Reno8でかいし、まあ、こいつそんなに重い方じゃないんだけど、まあ、一応バッテリーがね、大きいから、まあ、そこそこな重さがあると。いや、重い方じゃないから。むしろ普通だから。なんだけど、まあ、こいつちっちゃいんだけど、まあ、ちっちゃいから当たり前だけど、軽いです。軽いんだけど、この、比べてもっていうか、このOPPO Reno8もね、最初使ってて、うわ、バッテリー減らないな。さすがバッテリーの容量が、半端ないと。で、特に、僕ずっと使ってきた、ノバライト3がね、バッテリー容量がね、全然減らないなと思ってたんですけど、P30 Lite が、まあ、似たようなスペックなんですけどね、ノバライト3と。これがね、ずっと使ってても、よいしょ。これずっと使っててもね、そんな減らないなって思ったんですよ。あ、こいつも結構、バッテリーの持ちいいやと思ったんだけど、これ比べたら、もう、OPPO Reno8のが、やっぱ全然違うなと。やっぱ3000何百 mAh と4000 mAh の差はあるねと。そういうようなところで、まあ、こいつも4000 mAh なんだけど、この大きさですよ。このサイズ感なのに、圧倒的にバッテリーを持つ。びっくりするわ、これ。逆に言うとね、思ったのが、これね、アクオスセンス2、前の機種よりも重くなってるんですよ。バッテリー容量多くなったから。で、バッテリー増やさなくてよかったんじゃないっていうぐらい持ちますね。もうここまで持つと、1週間も持たなくても途中で充電するから、ね、それよりもうちょっと軽くしてくれてもいいよみたいなね、そういうね、その天の弱的な感じだけど、それぐらい持ちますね。何これっていうやつですね。これ今までで最強ですね。こんなにバッテリー持つスマホ、持ってないっていうか見たことないです。これ Android ですけど、まあ、正直バッテリーの持ちっていうよりも、待ち受け時の、待機消費電力っていうものが少ないっていうのは、まあ、Android もそうなんですけど、iPhone は結構、待機消費電力は、そんなに多くないっていうか少ないです。で、特に iPhone じゃなくてさ、ここに、ちょっとカバーかけてるんだけど、iPad こそ待機消費電力がめっちゃ少ないんだけどね。だから、メーカーの、規定値でも、規定値っていうか、カタログスペックでも、1ヶ月持つっていう風にね、一応 iPhone ってそのままほっといても1ヶ月持つっていう風にね、言われてるんだけど、
多分アコースセンス3って一日ずっと何その持ってても 1% 減るか減らないかなって30日ほっといてもね、これ30日ほっといても 30% ぐらいしか減らないんじゃないというような、なんかよくわかんないね、超超高性能ですよ。これは超高性能だな。うん、こんな減らないやつ初めて見た。で、今のスマホだとね、要はバッテリーが減った時に、超低消費電力モードみたいなやつあるんですよ。低消費電力モードと超低消費電力モードっていうのがあって、で、その超の方は、例えば僕使ってるね、今この撮ってる Galaxy Note 8とかにも、搭載してるんだけど、その場合は、待ち受け時に、要は、通知とかそういうものを、カットして、極力その電波使わない状態にした状態で、その時はものすごくね、消費電力減るんですよ。そうじゃなくて、このアクオスセンス3ってこれ普通に使ってる分だけで、思いっきり消費電力がすごいね、低いね。しかも、なおかつ、ちょっと待ってよ。こいつ確か、確かね、消費電力をもっと下げるモードがあったような気がするんだけど。省エネスイッチ、ほら、省エネスイッチ入ってないし。うわー、これ省エネスイッチ入ってないのにこれか。すごいね。いや、これはすごい。あ、ちょっと待って、17分も経ったからこれでやめよう。これはね、ちょっと驚いた。うん。で、まあ、今、今日撮ってるのはね、12月の7日土曜日ということで、まあ、明日もお仕事ですけど、まあ、今日は比較的ゆっくりできるので、まあ、この後格安 SIM の設定とか動画撮ってね、また明日でも動画出しますけど、その、まあ、SIM 設定とかして、まあ、Wi-Fi 運用じゃなくて、SIM 設定して普通に使った時の、消費電力とかね、また、見てみますね。まあ、それで多分多少は減りが早くなるとは思うんですが、基本的に言うと、この3機種の、OPPO Reno Aは LTE 入ってんだっけ？うん。P30 Lite は楽天モバイルスーパー放題の SIM 入ってるんですけど、OPPO Reno Aもね、確かに低消費電力だとは思いますけど、こいつは1日にそうだね、10% は余裕で減るね。うん。っていうか、基本的に使うから、まあ、2日に1回充電でギリできる、大丈夫かな、どうかなぐらいです。1日 50% 使うから、うん。アクオスってこれ使ったとしても1日にどれぐらいですかね。30% 減るのかな。面白いね。こんな性能ってあるんですよね。うん。確かに性能は良くないんだけど、うん、これはですね、低消費電力勝負だとしたら、もしかしたらこいつ全スマホ中1位の可能性が高いね。うん、低消費電力的なことで言うとね、6000mAh のバッテリー積んでるスマホとかあるから、まあ、その待ち受け時間のロングとかね、そういう長時間の競うんだったら、そっちの方が、多いような気もするけど、まあ、すごいね。うん。とにかくすごい。もうすごいとしか言いようがなかったです。はい。なので、今後その、これをどういうふうに運用できるかってことで、もしかしたらこいつ SIM 売りだから、あれかな。もしかして格安 SIM、DSDV だから格安 SIM と、あと、例えばモナ Wi-Fi のモナ SIM とかね、ああいうその SIM 系で、テザリングできるその SIM で、テザリング端末としてずっと使うとかね、
そういうんでももしかしたらいいかもしれないね。そのテザリングした時のバッテリー消費とかも今後検証していこうかなというふうに思います。はい、そんな感じで、これね、そのゲームとかそういうようなところじゃなくて、他のところのもう使いようによってはこいつ紙端末じゃないっていうね、そういうのが少し見えてきましたので、また今後とも、うん、楽しんで使いたいと思いますんで、この話、この動画の続きが気になる方は、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、イケケンでした。ではまた。